まもなく後半戦再開となります。トライサーズ、この低いゴロキックの処理に戸惑っておりましたが、これを抑えまして自陣17ヤードからの攻撃を得ます。さあ後半最初のトライサーズの攻撃、どのようなプレーを持ってくるでしょうか。ボールオン17ヤードからトライサーズファーストダウン10。ここでホイッスル、イエローフラッグが投じられています。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間を超えたという反則です。オフェンスには制限時間があります。その制限時間内にプレーをしないと5ヤード抜退となります。従いましてトライサーズ5ヤード下がりまして、ファーストダウン15で試合再開となります。トライサーズ陣12ヤードからファーストダウン15。まずランプレーから入りました。手入れ枠に持たせまして、右オフタックルをつかせ、約3ヤードから4ヤードのゲインに変えています。託されましたキャリアは41番の山本でした。手塚山大学出身のプレイヤーです。しかし前半と違い、このランプレーはゲインを獲得しました。突破口となる何らかの策を講じていると思われます。トライスターズセカンドダウン12。パス成功。さらに行きます。前が空いた。ナイスゲーム。ファースター。クォーターバック21番左に右に展開していた18番にヘッジパス。18番これをキャッチし、相手タックルを弾き飛ばして攻撃権更新です。トライサーズファースター。見事なキャッチアンドランを決めましたのはワイドレシーバー18番の勝山、天理大学出身のチームのバイスキャプテンです。さあ後半最初の回シリーズ、トライサーズ勢いがあります。ボールを自陣42ヤードまで返しました。トライサーズファーストダウン10。クォーターバック21番ハンドオフフェイクからオプションを選択し、自らキープをチョイスしました。内側に切れ込みまして約2ヤードのゲインに変えています。クォーターバック21番は木田です。三田翔成高校出身のチームのキャプテンです。トライスターズセカンドダウン8。今度はオプションプレーでランニング枠へピッチしました。裏をかくように外を展開しようとしましたが、これは翔英対応します。サードダウンに変わります。トライサーズサードダウン9。さあこの9ヤードの攻防注目です。QB サーク。クォーターバック21番
プレーアクションからパスを投じようと下がりましたが、これを見計らって翔英ディフェンスライン陣が佐藤97番96番が QB サックしまして大きくロスを奪っています。見事 QB サック決めましたのは翔英ブラザーズ97番の天馬、近畿大学出身、98番は西原、福岡大学出身です。トライサーズフォースダウンロング、パントフォーメーションを取ります。このパント転がりよく大きく前進しまして翔英陣19ヤード付近で外へ出ました。この位置で攻守交代となります。この後半最初のシリーズトライサーズ残念ながらパントでしたが、しかし結果的には大きく陣地を押し返す形には成功しました。さあ翔英自陣19ヤードからの攻撃に入ります。さあまだ入っている、まだ倒れない、振り切るか、振り切っていく、まだ行く、ビッグゲイファースター、クォーターバック2番ワイドレシーバー10番にパス、10番これをキャッチしセカンドエフォートでランプレー、飛び交うトライスターズのタックル陣を見事振りほどきまして、一気に大きく返しましたの攻撃権更新です。翔英ブラザーズファースター、見事なパフォーマンスを見せましたが、翔英ブラザーズ10番の大倉、近畿大学出身のプレイヤーです。翔英相手陣28ヤードからのファーストアンテン、パス成功。さあタックル外した、ナイスゲインファースター。クォーターバックにはプレッシャー来る中、右にロールアウトして内側にいるワイドレシーバー0番にパス、0番これをキャッチ、相手タックル振りほどいて攻撃権更新です。翔英ファースター、素晴らしいパフォーマンスでパスを投じたのはクォーターバック2番の山西、取りましたのはワイドレシーバー0番の田中、素晴らしいパフォーマンスを見せております。翔英相手陣13ヤードからファーストアンテン、パス不成功。ここでクォーターバック2番一気にエンドゾーンを狙いました。ターゲット10番でしたが、このパスはオーバースロー、パス不成功になっています。ダウン一つ変わりまして、セカンドダウンに変わります。翔英セカンドダウン10、エンドゾーンまでは残り13ヤードの位置です。ナイスラン、ファースラン、ランニング枠31番すれ違いざまに受けましたハンドオフで右オープンに展開、そのまま相手タックルを弾き飛ばして攻撃権更新です。翔英ファースラン、見事なランで攻撃権更新果たしましたのは32番の野田でした。近畿大学出身、翔英失礼しました、攻撃権更新にはしかしわずかに至っておりませんでした。
サードダウン残り1ヤードの状況にあります。ボールオンは相手陣4ヤード。ここで中央へのランプレーです。ショーへファーストダウン。この距離を確実に中央へのランプレーで攻撃権更新としました。ここでホイッスルです。ショーへここで後半1回目のタイムアウトを入れました。順調に攻撃を展開しておりました翔英ですが、ここで作戦タイムアウトを取ります。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。タイムアウト解けまして試合再開です。翔英相手陣1ヤードからファーストダウン2ゴール。パス不成功、ナイスパスカット。ここで翔英はパスプレーを選択しました。左奥にいたワイドレシーバー25番にパスを取らせんとしましたが、これをトライサーズ5番がパスカットしパス不成功としています。見事パスカットし防ぎましたのはトライサーズ5番の石塚でした。大阪電気通信大学出身のプレイヤーです。翔英セカンドダウン2ゴール、セカンドダウン2ゴール残り1ヤード。ナイスパスカット、パス不成功。ここもパスプレーでタッチダウンを狙いました。しかしこのパスをトライサーズ27番パスカットしましてパス不成功としています。見事パスカットを決めましたのはトライサーズ27番の佐川でした。手塚山大学出身。さあ翔英サードンに変わります。サードン2ゴール残り1ヤード。どうやら翔英はパスによるタッチダウンを狙っているようです。タッチダウン。ここで戦術切り替えましてランプレーとしました。ランニングバック32番、トスを受けまして右オープンに展開し、そこから縦に切り上がってエンドゾーン飛び込んでタッチダウン。翔英6点追加となりました。見事このシリーズタッチダウンに完結しましたのはランニングバック32番の野田でした。近畿大学出身。翔英トライフォーポイント。このキック決まりまして1点追加。翔英ブレザーズ55点、トライサーズ0点となりました。
試合は正英のキックオフで再開します。トライスハーツ、この低いキックオフ最前列で確保しました。結果的に好位置を得ています。トライスハーツ自陣43ヤード付近からの攻撃となります。トライスハーツ自陣44ヤードからファーストダウン10。さあ、先ほどの攻撃シリーズは かなりいい形で展開しておりました。この2回目のシリーズはどうでしょう。さあ、また止まっていない。さらに行く。どこまで行くか。タッチダウン。ピックシックス。ここでトライスターズパスプレーから入りました。しかしそのパスを取りましたのは正英ブザーズ6番。そこから一気にリターンに入りまして、味方をブロッカーにしてそのまま中央切れ込んでエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。正英ブザーズ6番のインターセプトリターンタッチダウンピックシックスが決まりまして6点追加となっています。見事インターセプトリターンタッチダウンを決めましたのは正英6番の高倉です。近畿大学出身。そしてトライフォーポイントも決まりまして1点追加です。正英ブザーズ62点、トライスターズ0点となりました。インターセプトからそのままタッチダウン、ファンブルリカバーからタッチダウン、つまりディフェンスから奪い取ってその勢いでタッチダウンすることを相手から6点奪い取るという意味でピックシックスと表現します。これを見事正英高倉は決めました。その正英のキックオフで試合再開となります。トライスハーズリターンに入ります。さあ、リターナー粘ります。相手タックル受けながら、しかし自陣34ヤード付近の攻撃位置を確保しました。タフなリターンを見せましたのはトライスターズ27番の佐川です。手塚山大学出身のプレーヤー。トライスターズ自陣34ヤードからの攻撃に入ります。トライスターズファーストダウン10。さあ、中央へランプレーを投入しました。ナニバック41番、味方オフェンスラインとともに中央をなだれ込んで約3ヤードから4ヤードゲインとしています。タフなランを見せましたのは41番の山本です。手塚山大学出身。トライスターズ自陣39ヤードからセカンドダウン5です。
パス不成功。クォーターバック21番内側に切れ込んできた18番にパスを投じましたが、パスがオーバースローでした。パス不成功となりサードダウンに変わります。トライスターズサードダウン5。ナイスラン、ファースター。ここでトライスターズカウンタープレーを入れました。逆方向に振りました。動きに沿う形でランニングバック41番見事中央切れ込みまして攻撃権更新です。トライスターズファースター。攻撃権更新果たしました。ランニングバックは41番の山本です。手塚山大学出身。トライスターズ自陣49ヤードからファーストアンテン。ここでオプションプレーを選択しました。クォーターバックキープを展開しようとしましたが、これは翔英のディフェンス陣に殺到しまして約2ヤードロスに変えています。ここで第3クォーター終了です。ここで X3 ルール、得点差35点以上が3クォーターの終了時点で発生しましたので、ここでコールドゲームとなりました。試合終了です。最終スコア翔英ブラザーズ62点、トライスターズ0点で翔英ブラザーズの勝利となりました。ご来場の皆さん、両チームの選手に温かい拍手をお送りください。翔英見事な戦いぶりでこの試合を制し全勝を確保しました。4戦全勝で確保しております。本日の試合は62対0で翔英ブラザーズの勝利です。トライスターズも非常に厳しい戦いを強いられましたが、しかし最後まで試合を完遂しきりました。ナイスファイトでした。日曜日、鶴見緑地競技場で2時40分より愛知ゴールデンウィークスタートを応援しました。ではこれで4勝目となりましたので、今の条件で言いますとほぼ X 昇格は確実な形になりました。しかしここ、昨シーズン果たせなかった思いも込めまして全勝を果たさんと最終節に挑みます。トライスターズは非常に厳しい戦いを強いられまして、この一戦も敗戦という形になりました。しかしこの強敵に対してもひるまない素晴らしいファイトあふれるプレーは、来季につながり、そして最終節につながる非常に希望ある戦いでした。両チームともナイスゲームでした。ここでお客様にお願い申し上げます。お手回りのゴミなどは近くのゴミ箱に捨ててくださいますようよろしくお願いします。本日はご観戦誠にありがとうございました。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てに次の競技としてこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪するは厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。子供のたちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間も戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここにあります。
ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、この配信はここで終わらせていただきたいと思います。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は XEWEST 全19チームの合同企画によって実現いたしました。その配信を本日担当させていただきましたのは私、道楽屋一夜でした。機会叶いましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。